緊急事態宣言が解除され今日からまん延防止等重点措置に移行されました仙台市内の飲食店に対しては終日酒類の提供停止が求められていますが認証店に限り条件付きで提供できるようになりましたまん延防止等重点措置の適用期間は今日から今月30日までで対象の地域は仙台市です 市内すべての飲食店に午後8時までの時短営業と酒類の提供停止を要請しています一方で県が対策を講じていると認めた認証店は1つのテーブルにつき4人までという条件付きで午後7時まで酒類の提供を認めます仙台市中心部では営業再開の張り紙をしている店舗が複数見られましたまた仙台市以外の飲食店については 午後8時までの時短営業のほか酒類の提供を午後7時までとするよう求めています県の認証店は通常通りの営業が可能です